こんばんちは、ひれきセブンです。今回はシリコンベタ付け防火衣装だったと思います。そして雪が降ったので車の汚れが雪で流されるのか撮影してみました。車の黒い汚れはボディの下半分に溜まってます。チップやピッチカーブのような汚れだと思います。シリコンと一緒に汚れは流されてます。シリコンベタ付けのままなので油脂部分はこんな感じになってます。雨洗車と違い、雪だと汚れが流されていません。フロントガラスの撥水力は、あるかないか、よくわかりません。汚れがボディ下半分に溜まってます。綺麗に洗車したいと思います。シリコン洗車信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録、間違ってチャンネル登録、そして高評価してもらえたらとても嬉しいです。チャンネル登録してくれた方、洗車動画研究所の研究員に勝手になれます。登録してくれた研究員みんなで洗車動画を研究して車をピカピカにしましょう。